皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もザ・ラストバースパート2遊んでいきましょう。さあ前回ですね、突然スカの集団に襲われたアビーたちで逃げ込んだ先、これがですね大きな倉庫、あとここ園芸コーナーね。じゃあ多分これホームセンターかな、どっかの大きな。で今回まずそっち、そうね、脱出と帰還かな、目指すのは。もう武士なし。ただ弾もない。基地は目の前。スカーもいねえな。油断大敵。うん。先に進もう。なんだかな。昔はここでスカーに襲われることなんてなかったのにね。待って、会話。休戦時代が恋しい。気楽だったよね。気楽すぎて油断しまくって大勢吊るされちまっただろ。あれは子供たちを撃ち殺された仕返しでしょ。そうだけどよ、そのガキが襲ってきたんだ。しょうがねえだろ。だからって銃弾浴びせなくても。そうしなきゃ仲間救えねえし。子供なのよ、罪はないでしょ。こっちのせいでもない。因果応報だよ。そう。あ、これその休戦時代ってのがあったんだ。ただそっから再びドンパチね。あとそっち、あのホテルか、セレベなホテル。ちょい待ってな、まずこっち探索してない。今ね、そう、銃弾一発と瓶一個、これもうほぼほぼ積んでない。まあなんとかできるんだけど、それが本当に素晴らしいところ。なんとかできる。で今作先あるしね、見てから避けていける。これがめちゃくちゃ大きいわマジで。前作はね瓶ないともう本当に終わりましたからね。クリッカーにこう接近されて何にもできずに接触されて死ぬっていう、抵抗できなかった。ただ今作はできる。ここもないね。あのさ、弾分けてくんね君たち。フェンスの向こうに行かないと。おそらくねそこかな。それで前回どうなったっけ。他にアイディアあるの。ない、ただのイチャモ。このトラック、ここもないかな。中もないね。草貫通してるわ。あとね、こっち。ここなんかありそうじゃない?いや、ただ何もないんだな、これが。あの、栃木の画像だよ、お兄ちゃんの。何もないんだな、これが。じゃあ行こうか。先陣切って。アビーかな?ドアが開かない。他の入り口探そう。あ、これだわ。こっからほら垂れ下がってるよ何かが。こっち。マーニー、上見てきて。はいよ。どうかな。ケーブルが引っかかってる。で、おや、ほらよ、よし、登れ。メル、アリスと待ってて。ドア開けられるかも。入れるか見てくる。オッケー、気をつけて。さあこれでよじ登る。サスケのファイナルステージ。よし。どう。スカーはいねえな。ギブアップしたとか。笑える。俺は多分それはないかな。スカの連中、俗称がスカかな。で正式名称がセラファイト。もし入るか、瓶持って。落ちたら死ぬぞ。ああだろうね。となると、あ、ここであれか、このロープね、ラペリングする。
よし。で、ポイッとする。はい。これでよし。行こうか。降ります。はい。よし、メル。さあ、周辺。大丈夫ね。待ってな。まず探索させて。よし。部品。頼む。弾薬を。神よ。これな、武器庫っぽいんだけど、開かないんだよな。開けてくれね。これ開けんですね。あと、こっちもか。メル。あ、これかな、じゃあ。いや、ね、こっちか。まず開けようか。じゃあ。よし、いいよ。急いで。よし、サプリ。今のも大きい。船の整備場。こっちもないかな。どうかな。いけないですね。あと、おし、これは危なかった。テープと部品。もうないかな。大丈夫かな。ここら辺もないね。今ちょっとサプリ見ようか。どんぐらい溜まったか。27個。次、40。で、プラスサバイバルガイド。どっかにある。くそ、もう、瓶しかねえ、もう、頼りは。ここ、広いぞ。船の整備場、広いということはまあできるんだな。この辺り、ここら辺はないね。あとね、そう、ほら、上行けるよ、こっち。と、ここら辺、ああ、繋がってんのか。よし。部品すごい出るな、これ。何強化しよう。よし。で、作業台。そうだね。まず。そういや、親父とよく船で釣りに行ったっけ。相談数。今、134。用意してよ。マジ最悪。じゃあ、入信しないようにね。努力してる。4倍スコープ、バースト。いやー、でもね、バーストじゃないんだよな。やっぱ安定性かな。まず、これと、あと相談数。よし。この音いいよね。あとね、こっち、ハンドガン。これも見とこうか。連射速度、安定性、リコイル。と相談数50か。そうだね。じゃあセミオートかな。これ高いんだよね。60。まずこっち行く。割と弾が手に入ると思いたい、こいつに関しては。よいしょ。さあ、こっからちょっと上見たいね。弾0発。これもなんか、アピールしなさいよ、弾がないっつって。言わないからな、この子。そう、アビー、結構ね、性格真面目なんだよね。食堂のほら、ご飯の配給のシーンとかね。さあ、サプリと、こっち。これがいけない。いけるとしたらそこの上かな。でも無理かな。施錠中。刃物もうないね。今これ爆弾作れる。作れない。パイプ爆弾。爆弾もなしか。じゃあ本当にもうなんもねえ。すっからかんだ。さあ、どうしましょう。ここね、意外と敵おらんな。大丈夫くさいね。
これは使えないかな。だいぶ傷んでる。あとね、そうだ、本作エリー編なんだけど、戦闘中にね、急にエリーが大丈夫っていう風に言うことがあったんですね。で、あれ何かと思ったんだけど、一回ね、こう敵に見つかって、で、そこからさらにステルス状態に移行したっていう合図みたい。一旦大丈夫っていう、非発見状態に戻りましたっていう合図みたい。多分そっちっしょ。あのガラガラがあるんだ。待ってね。なんだけど、まあ一応見とこうか。出られそうなとこある？ここどうだ？そうそう。いや、弾薬ねえな。見事にね、こうもないんだよな。不思議ですね。不思議なこともあるもんだ。弾だけ見事にない。よし。よし、力仕事。でね、多分あれストッパーかな、ガッチャンってやつ。開けとくから行って。挟んで。うお。ごめんメル。大丈夫か？うん。クランク壊れた。どうすんだ？アビー見て。ハチだ。マニー、そこで待ってて。屋上への道探すね。そこか。ねえ、一緒に来てよかった。あ。後でマニーにお礼しなきゃね。一緒に来てよかったよ。後で襲われたって知るのは嫌。ねえ、なんで私を避けるの？避けてないよ。ジャクソンの後一言も口聞いてないでしょ。私もあの日のことで動揺してたんだと思う。いくらなんでもむごいって。あれでも足りないくらい。でも加担したくなかったのだよね。普通の神経じゃ無理。そうじゃなくて、あのハッチに向かおう。そうだね。加担したくなかった、どういうこと？アビー手伝って。自分の手は何？いいこと思いついた。汚したくなかった。さすが。ただあれでも足りなかったぐらい。それは言うんだね。三角。よし、それじゃ、いくよ。オッケー。いいことって？待って。何してんの？脱出しようとしてるの。頼むから、ゆっくりね。妊娠してると重心がね、低くなるんだ。ならいいんだけど。どう？やった。あ、これであれか、そっちだ。上行くんだ、こっちね。そっか、妊娠してると重心が低くなる。ありがとう。確かに、だいたい3キロぐらいかな。赤ちゃんね。で、双子だったら約6キロ、5、6キロか。ハッチに近づいた。さあ、ここにはしごを持つ。これで何？そこの船に行くって？こうかけろと？だよね、置く。賢い。まず先に行こう。どうかな、大丈夫？オーウェンの船みたい。あとね、この中、あ、ここになんかあるぞ。お菓子。ただまあ体力は大丈夫かな。お菓子と日記と、よし、銃弾2発。これはリロードかな。まず、いや、あれか、サバイバルガイド。デビッド VS ゴライアス、あらゆるゲリラ戦闘の歴史、アンナ・オルフ博士。よし。で、新スキル隠密作戦、これがアンロック。あ、で、これさらにあんのか。
ナイフを交錯する。ほとんどの敵でステルスキルが可能になるナイフを2本交錯する。クリッカーから逃れる際にも使用可能。そっか、今これ腕だもんね。ナイフを交錯する、これも結構大事ですね。やっとか。よし、確かこれ前作もあったはず。ナイフで、ナイフ2本。これはそうだね、作っとこうかな。よし、これナイフを使わずに捨てるスキルってできるのかな。多分できないかな。そうなると難しいな、戦略立てんの。さあ次、多分こっからこれを持ち上げて、で逆サイドかな。いいね、この重さを感じるモーション。これでそこにかける。いや違うんだな。いやでもね、ここに置く。これで上の、あそう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 、いいよ。あのそこに行くんだ。よし、行けそうね。まあ先に行く。これで、うわ怖い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 。これでどうする、うん、こっからでもさ、垂直に上っていけないよね。これでここでこれ持てないもんな。多分違うはず。でもそうだね、置けるところ的にもうそこしかない。なので、これ当たりか。じゃあ、まず置こうね。足場に向かってロープを投げる。ロープとは？これすいません。ロープ。これ？あ、これか。これ持ってたんだ。なるほどね。よしよし。じゃあ、これでこう渡ってからの、あ、待て待て待て、落とすんじゃないよ。バックする。あ、ちゃ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 、これじゃない。もう、まずそう、置くでしょ、そう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 。置いて、で、ロープを持って、そう、これ持って、渡るとダメなので、そこに、こうか。よし。ん？これ合ってんの？待ってな。そこに垂れ下がったんだけど、これいける？あ、ジャンプでいけるかな。こわ。いや、あのね、ちょっと足りないな。この変な絡まり方、これリアルだな。すいません。待ってね。再びこう、そう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 、回収して、うまくそこにこう、そうそうそう、絡まずにピャッとやって、これでいけるはず。よし。いいね。物理演算の特性ね。よしと、上来たよ。うわ、かなり高い。めまいひどいの？下を見ると特にね。さあ、これで屋上行く。こっちか。いたいた。マーニー、すぐ行く。オッケー。見て、愛しい基地がすぐそこに。車庫突っ切って行けるかも。とりあえず屋根降りないだね。なんかあなたに怖いものがあるなんてびっくり。こう見えて怖いものだらけ。またまた。私手術なんて絶対無理だしさ、失敗するって思ってビビりそう。でも父さんはいつも一番の生徒だって言ってたけどね。そうなの？お父さんも当てにならないからだったでしょ。じゃあメル、医学生か。お父さん弟子だった。さあ、なんとかこの倉庫ね、これ突破して合流した。よし。アリス、ほんといい子ね。
お前らどんだけ待たせんだ。敵はいないの？ああ、気味悪いぜ。まあ、もうすぐ基地だし。ああ、家に帰ったらソファーに寝転がって映画見ながら気絶するまで飲んでやる。へえ、どの酒？どの映画？よくぞ聞いてくれた。映画はあれだ、コモシヤマ、うん、狼に乗る女の子の。あの映画好き。で酒は俺がパーティーで手に入れたメスカル。ちょっと待った、うちらがでしょ？ああ、しーしーしー、残しといてやるよ。妊娠中で敵に追われてなきゃ今すぐにこの場でお酒飲みたい気分。今の映画多分あれか、もののけ姫、狼に乗る女の子じゃないかな。あとね、本作のディレクターさんだったかな、特に影響を受けた作品がね、メタルギアソリッド2っていう風におっしゃってました。このアビーパートね、主人公2人っていう、まさかね、メタルギアソリッド2から来るとは。この構成が、自分ね、メタルギアソリッド2限定版買ったんですよ、当時。1万円だったかな、初回限定版で。でね、その時のブックレットにはね、小島監督が自分の作るメタルギアソリッドはもうこれで最後のつもりっていう風におっしゃってましたね。ただそっから何作だ ?3、4、5と派生作品ね。まあ、好みもね、一応主力だったもんね、メタルギアソリッド。看板だったし。他に物資、弾薬の類ないかな。戻っていけるんだけど、特に何もない。こっち。ここもないね。いやー、この弾薬の少なさな。まあ、これがいいんだけど、サバイバーは。逆にこれがいい。今からノーマルだったらもうぬるくてたまらんわ、多分。ぬるま湯ですよ。あとね、そこの小屋。これで一周ぐるっと回って、中物資ないね。ここの小屋。これ、割って入んのかな？それか普通に、こっから行ける？これ多分無理かな？開かないかな？どう？あ、だよね。なので、となったら瓶だ。瓶を1個。これ使って、こっから入る。よし。さて、メダル。コインね。インディアナ州。1816年。インディアナ。でね、これがイラスト。なんかの化学式。これで有名なのかな？インディアナ州。で、布もらって、ドキュメント。なるほど。マルタへ。休戦協定が破綻した今、ここで落ちるのは危険すぎる。スカーどもがゴキブリのように声らに溢れるだろう。俺は先に自分の物資を片付けておいたが、お前が来た時必要になるかと思って、お前の銃は全て金庫に入れておいた。金庫はスカーにとっちゃ古い世界の代物だから、触らないだろうと思ってな、バカな野郎どもだぜ。それじゃあまたな、気をつけろよ、ポールより。で、最後。暗証番号は今も大金を捨てた番号のままだ。宝くじか。それがどっかにヒントである。あと金庫ね。金庫の存在。ここじゃないとしたら、あ、これかな ?173807。よし。テラロト。173807。覚えた。よし。173807。で、そうだね。ここ。これいける？こっから無理か。こっち。これも無理ね。じゃあ、横かな？なんかあったか？ここ、弾薬があるかも。だったら最高。
ここだわ、危ない。よし。さあ、ここで、金庫。さあ、どうかな。何が待つ？ホルスター欲しいな。よし。これ、マジで最高。さあ、これは拳銃。おそらくエリーのリボルバーに相当するもの？強いのかな？よし。狩猟用ピストルと弾薬とライフル。いや、でもこれライフル少ないね。一発か。一発でどうせえと。そっち。これはいけないかな。一発。一発でこれマジでどうせというの。と、よし、サプリ。これでもう何もないかな。よし。一応解錠してこっち。あとね、これ、一発だけだわ。入ってんの。マジか。一発撃ってまたリロードっていう感じ？じゃあ気軽に使っていけないね。それかカスタマイズするか。増えんのかな？あとね、瓶がない。ねえ、こっちだよ。まあ、大丈夫か。なんとかなる。こんな敵いそうなんだよな。線路に沿っていこう。基地に続く道に出るはず。嫌な感じだ。だね。まあ、すべてのマップで出そうなんだけど。壁越えられるかな。無理だな。物資ないね。静かに。あ、待て、セナファイトいるわ。普通に雑談してる。いや、彼らはなんかね、雑談とかしちゃダメなんだよ。魅力が半減するよ。セラファイトか。結構奥に、あ、そこにいますね。最低2人。そこにいんの。そう、これね、バレるんだよ。サバイバーは目がいいから、敵の。よし。さあ、弾薬。これはまずこっちかな。と、鉄パイプ。これ持ってるね。ただそうね、こっちも一応味方が2人いる。そこにいますね。なので、まあ、数的にはどっこいどっこいなんだけど、なのだけど、あ、2人、そこ2人いるの？おぉ、待って、下見てる。マジか。危ねえ。逆なの。今なんで逆にバレなかったの？マジか、ゲーム的にバレないもんだと思ったわ。これどうしようかな。ちょっと欲張って行ってみようか。これもしバレてない。あ、バレた。はい、大丈夫。かすりくじでぶっ殺した後で正面。危ない。あ、右いるわ。あー、結構いる、これ。これはね、できれば、武器をそんな使わずに倒していきたいんだよな。そこいますね。正面。そう。ただ、バレたない。なので、ちょっと待ちで行こうかな。敵ね、これ引いてったかな、もしかして。この、あ、いるわいるわ、全然いるわ。逃げられた。じゃあこれで寄ってくるはず。問題どう寄ってくるか。味方後ろ行ったな。しかしすげえ後ろ行ったな。あのね、そいつだけはちょっとやろうかな。あ、でもこれレッグルが結構あれだわ。おし、締め殺してやる。集団率ね、あれがあんまり良くない。びっくりした。くそ、やるとくるんだろこいつ。バニー、いいキャラしてんな。斧、これね、強武器。どうしようかな。一応持っとこう。左は大丈夫？
あ、そこ二人ね。固まったな。この斧投げて。あ、まずい。これは、まずい。こっち。よし。で、かがむ。からの、よし。ナイス戦後。まずい。よし。で、ツルハシ。ここは待ってね。あえて治療しない。残りこれどこだ？何人だろう？敵の編成がよくわかんねえ。そこ。これね、あ、いたな今。動いてた。あー、いるわ。おそらくあれで出すとかな。左奥。他いるかな。ここら辺、よし。あ、いい斧来た。ここね、瓶がないんすよ。よし、曲がってった。おお、危ない危ない危ない。なんだあの動きは。それか、二人いる？かなり遠くに一匹な。よし。さあこれで一人。あ、奥にいる。まずい。これバレた。大丈夫。よし、あいつラストね、最後。あっち行ったな。そう、こっから来てる。これはもう出てきたら、ここで行く。よし。ああ、これまだいるの。いやー、まだいたのか。ここ、これなかなかきついな。すいません。マジか。さあ、これ、こっからか。チェックポイント入ってる。まあ、大丈夫かな。で、こいつ、登るかな。そっち。あ、ですね。よし。はい、さあこれで弾薬出さない。そこに、おお、びっくりした。何か、そこにほら、撃って撃って撃って、ああ、当ててよ。右一匹、あと奥か、奥に多分最低一匹いただき。さあこれで戻る。撃ったら戻る、真ん中へ。ああ、すぐそこだ。湧いてきたな。あとマーキング、これナイス。まずい。火炎瓶来た。火炎瓶持ってんのかあいつら。ここね、これなかなかきついわ。ここに何かある。よし、レンガ。よし、これはでかい。左は大丈夫ね。ああ、そっち行くのか。そっか、ハンドガンな、精度が悪いのか。あとね、一番奥かな、登ってくるか。ああ、ですね。こっから行く。閉める。よし。で、ちょっと時間かかるんで。よし。これ、あの、ナイフの使い方ってこれどうすんの？ナイフ？ぶっ切り替え。これね、よくわからんわ。ナイフの使い方。ああ、あれか、多分クリック相手か。じゃあ、そう、前作、グラウンドクリアしたんだけど、結構前のことなんで、あんまり覚えてないんだよな。前作のグラウンドはね、聞き耳が使えなかったんですよね、実は。このレーダー機能ね。えぐいでしょ。
さて、木をガードにして、いやー、そっち行くんだよな、こいつ。そっちどうなってんだろう。敵何人いる？まずい。あのね、2人いるわ、おそらく。見られたもん、今。マジか。なので、こいつをパパッとぶっ殺して、奥のやつかな。ナイフル持ち。なるほどね。あいつか。早く。ボキ。これは結構長いんだな。ボキじゃないのか。おそらくあれで最後かな、じゃあ。と言いながらさっき死んだんだけど。こっち右から行けないわ。こっからこう行くしかない。さあ。どう倒す。まずい。危ね。今の危ね。そこまあ、どくんだどくんだ、怖っ。ここあっ、まだ大丈夫大丈夫、目があったけど大丈夫。よし、乗るんか。さらにで、どっち行くのこれ。こっち来る。あ、こっち来るね。ここのこの攻防よ。で、お前まさかこっちを見るまいな。いや、また登るのもよくわからん。なんだこいつは。気まぐれすぎるだろ。さあ、ここはレンガを使わずに押していった。しめしめ。よし、ちょっと食らったけども、まあ大丈夫でしょう。よし、さあどうかな。おし、終わり。さあ全員。もういねえな。行くよ。でこっから上か。あとね、物資。物資ないかな。じゃあそうですね、すいません、今回時間の切れがちょうどいいんで一旦断りにして、で次回ここら辺ね、あの裏でバーッと探索しておきます。で物資を回収して、さらにそこから先にね向かっていきましょう。はい、よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイッターのフォローしてくださると嬉しいです。ではね、また次回ラスサス2でお会いいたしましょう。今回はこの辺で。